ちょっと前、明けましておめでとうございます、本日もどうぞよろしくお願いします。無事昨年1年終えることができまして、新しい年にかかりますけれども、また今年いっぱい元気で市民会のために頑張っていただきたいと思います。それではちょっとペーパー回りましたんで、これからの予定をちょっとお話ししておきます。奄美会関係では第96回奄美会の総会並びに芸能大会が3月17日11時から17時、場所が去年同様尼崎市アルカイットホール。入場券は去年に2000円だったのが1000円になりました。と言いますのは、大物の歌手とかね、芸能人を呼ばない国会予備パーセントでもう安くなったということです。それと2000円ではなかなか人が集まりにくいということです。1000円になりました。それで住み用会として奄美会から入場券が30倍割り当てが来まして、住み用会が20枚、住み用登場会には10枚を負担してもらうようになっております。それから懇親会はその終わった後から同じくアルカイックホールで5000円でありまして、住み用会割り当てが7枚、登場会3枚、これにつきましては後ほど陽一郎から皆さんにいろいろ入場券と希望を聞きたいと思います。それから今回は関西住み用会から舞踊出演いたします。人数はまだ今のところ聞いてませんので、また決まりましたお願いします。舞踊の練習がおよそ高い間で1時から15時の間、今のところ2月10日日曜日、2月24日日曜日、3月10日日曜日、その3日間。それからまたあとダブりますけども、役員会が下の2番で今後の役員会の開催、3月31日4月7日、4月21日、5月12日、5月26日で、この間も踊りの練習ができるわけですね。役員会が終わった後ということを予定しております。それから奄美会の女性部の舞踊の合同練習、これまだ決まってませんか？これね、2月10日と2月24日がこの2回しか入ってないので、奄美会に対してだから、2月10日と2月24日は奄美会の練習です。そうそうそう、いや一応これは彼に借りて奄美会の練習する人はこの2日しか今入ってないので、もっとこれ入れてほしい。で1月にも1回ぐらいね、登場の方2人もお願いしたいので、1月に1回ぐらい、日にちを言ってほしい。普通の日でも構わないから、だから日にちを言ってもらったら、今日取りに行く、日にちを言ってくれたら。奄美会が16日と何日だから、奄美会が2月16日が奄美会の24日が市民会、3月の10日、それだけ？だから、住用会だけで稽古しなかったら、住用から出す踊りのあれが稽古はできない。住用会で練習するのは2月10日と2月24日、3月10日でしょ。じゃあ、その3日間ではちょっと無理と思う。いやいや、今言うとね、
もう一回言いますよ。水曜会の練習が2月10日、はい、10日、はい、24日、3月10日、はい、それで3月31日、4月7日、4月20日、5月12日、5月25日練習できる。役員会になると、はいはいはい、これはできるわ。これは、まあ、住み岡会に対してはね、それから奄美会が奄美会が3日ではちょっと無理じゃない。その間に奄美会が今予定したのが2月16日と3月2日これは奄美会のあれでしょ。奄美会に出るための練習よ。2月10日と2月23日10日だけじゃん。これさ、奄美会の練習しないやね。これは住岡会。1、2、3、3日間でできるかな。いやいや、これこれはもう3月3、17日が奄美会だから本番でしょ。本番だからこの間に3日間でできないから住岡会だけ練習しようか。住岡会の踊りの練習ね。今のところ2月10日と2月24日と3月10日を取ってるんでしょ。だからその間にだから取りたいってことでしょ。そうそう、簡単だから、だから簡単や。だから日にちだけ言うてもらったら取ります。奄美会の合同練習今してるんですか。奄美合同にも出らんなかんから。これが合同練習でしょ。これは合同練習だから、こう合同練習はいつですか。2月16日と3月2日。これ1から2日、これどこで出てるの。3月の2日の開花、これほら、開花の2月の16日、奄美に合同で2月16、3月2日の練習で、これどこであるんですか。それで、それ以外に診療の練習の時に奄美合同練習しようという。奄美合同はもう奄美合同でみんな出らなかったから、これは住用の里とかその稽古じゃなくして、はいはい、それ奄美会から出る合同で、住用の練習はこの3回です。3日はちょっと足りないから、これもそうやね。で、これはもう住用会にして、奄美会に関して練習もちょっとしたいの。住用会のな。奄美会がそのままではもう奄美会のそうそう、奄美会から奄美会は奄美会で住み岡会の練習はこの長くの後でね。そうしないとこっちゃねえ。奄美会この3日では奄美会ちょっと無理じゃないだから日にちを、希望の日にちを言うてほしい、うん、だからそれは多分今日みんなの意見かな、分からへんやろ、うん、だからいや、ほら仕事行ってるもん。私が仕事行ってるから絶対普通の日で、みんなあとは家におる、言えば年配の人は普通の日行けるから、普通の日でな、間にな、うん、住みようの踊りとして出る人と、それから奄美会の行動練習の人と、ちゃんと分けて、いや、それ今、それ人数も、たぶん、ふみちゃん10人だけど、8人ぐらいじゃないかなと思う。工場から今2人お願いしてるけど、その人ら、1人は確実だけど、1人の人が、あれやから、それも、まあ、はいはい、人数は8名ぐらいの予定ですか、はいはい、人数はね、住岡から奄美会に出るのが8名ぐらいとして、ほんで2月10日、2月24日、3月10日以外の希望の平日を言ってください。奄美会に出るようなのが住岡として出るものと、奄美会で出るのが行動ののと2つ。一応今回は奄美会に出る人の人数を決めて、だから8名ぐらいじゃないかなと思うから、8名ぐらいですよね。今こう決めたら決めにくいから、だからまた今度奄美住用の踊りの練習の経験2月10日に決めてもらったら、2月10日までに1回欲しいな。それやったら日にち決めて2月10日やったらもう今度奄美会の稽古も入るから、うん、まだちょろちょろしか稽古してないわけやから。この3回やったら私ら同じ音やから十分と思って見てるんだけど、それを十分だけど、まあ一応こう向こう奄美会の舞台に出るんやったら、そこで、全部がそのままだったらやっぱり見苦しいやつ、組み合わせとか、組み合わせとか、だからあと後半に関してはそのハッピーもみんな持ってきてもらって、一応
流れずっと見てもらってしなかったら、この3月に入ってからはもうこのあれ稽古あんまりできんと思うね。この奄美海に取られるから。いや、それはだから姉さんが責任持つんあったら、その担当で責任でまとめてもろうて、平日いちいち何やってるのかの問題であって、そうそうそう、だから今今回は奄美会が17日だから、それに関してみんな集中して、それ終わってからまた住用会はもうあっち置いといてもらって、今はいいでしょ、奄美会、今とりあえず奄美会の踊りの練習しましょうって言ってやった。まあ、2月の16日にレコーディスとか1月にやってもいいやね。これも1月の後でやりな。ただ17日までやるから、みんなとこう大手あれしたい。そう、1月27日どうですか。来週やんか。27日でも来、あの今度の日曜日もうすぐですよ。どないですか。いやいや。いや、それでもいい。それまでこの、あの登場の人も2人来てもらって、いやだからもうそれはもうよう分かってるんで、日にちだけを言うてほしい。27日、そして姉さん、はい、今度の27日どうふべこねさん、空いてるかどうかの問題やね。そうそう、空いてるかどうかの問題の、こっちが希望して。空いてなかったら水の日でもいいから、若い頃は覚え早いと思うけど。だからね、もう簡単に行きましょう。時間がないから、2月10日、24日、3月10日はそういう練習をするんですよね。それ以外に増やしてほしいということでしょ。簡単なことや。日にちだけを言ってください。1月27日。これが終わったら取りに行きますから。